と庶民料理として言われているイカスミ汁、汁イカ汁を作りたいと思います。まず、材料の説明ですけど、イカの方が、500g、 塩の方が大さじ1杯、かつおだしを今日は使いたいと思うんですが、蜜の方でもよろしいです。で、豚ロースの方が、グラムとしては 150g、 イガナの方が 150g、このロースの方は肩ロースの方が一番柔らかくて美味しいですので、そちらの方を選んでください。最初にこのイカの方を真ん中から切るんですが、そこに炭があるので気をつけながらカットしてください。ゲソの方と身の方をきれいに取り外していってください。あとこの炭の方を取り除いていきます。このように一度取り分けて置いていってください。今度はゲソの方の処理をしていきたいと思います。口や目の方がありますので、ここを外していきます。目ですね、はい、今目の方を取り除いてます。内臓の方を取っていきます。口の方を今度取っていきます。きれいに身を外した後には洗い流して、でこのように分けてください。で隅の方も丁寧に器に入れて分けててください。で次は下処理をしていきたいと思います。薄皮の方とあとゲソの方の吸盤を取り除いていきます。この薄皮を剥くときには濡れ布巾などを剥がしにくい場合は使いながら丁寧に剥がしていってください。次はゲソの吸盤の方を取りたいと思います。包丁で切り落としながら取っていきます。今度は身の方をカットしていきます。大きさの方はだいたい5センチの長さで、幅の方が 1.5 センチが目安となります。でさらに他の方は繊維に逆らって、カットしていく方が身が柔らかくなって美味しく召し上がれるので、ここはちょっと気をつけてカットしてほしいと思います。今度はゲソの方ですが、長さもできるだけ先ほどの身と一緒に合わせてカットしてください。で、イカの下処理の方は以上です。次に、お肉の方をカットしていきたいと思います。肩ロースの方を使いたいと思います。その肩ロースの方が、おすすめなんですが、炊いていくうちに柔らかい身になりますので、できるだけこの肩ロースにこだわってほしいと思います。で、先ほどのイカのサイズと同じく、だいたい5センチから 1.5 ぐらいの幅でカットお願いします。次はニガナの方をカットしていきたいと思います。ニガナの方にはサイズがまた大きいのだったりとかありますので、今日のサイズでしたらちょうど2分の1ぐらいの程度にカットしてください。これで材料の方が揃いました。これから調理したいと思います。最初にニガナの方を鍋の底の方に敷いて、そこからまたどんどん材料を重ねていきます。次にカットした、豚ロース、Bロースの方を入れていきます。次にイカの方を重ねていきます。かつおだしを今日は使いたいと思うんですが、かつおだしが入りますと味が濃くなって、とても美味しく召し上がれるのでおすすめです。でこれから、火にかけていきたいと思います。はじめは強火の方で、加熱をしていきます。イカと肉の方が柔らかくなるまで煮込んでいきたいと思います。煮ていくうちにアクの方が出てきますので、アクをきれいに丁寧に取っていってください。お肉と、イカの方が柔らかくなってきましたので、袋の方を、
ハサミでカットしてこのように、溶きながらあの炭の方を入れていってください。塩の方は小さじ1杯入れていきます。で炭の方が入りますとすぐに火を止めるっていうこともあのポイントになります。これで完成です。沖縄の方ではこれをサギ薬っていう形で健康管理に活用されているお料理ですので、ぜひあのたくさんの方に召し上がってほしいと思います。